承認についてちょっと大切なことをお伝えしましょうか。実はあの時はね、そこまで細かくやらなかったんですけど、ちょっと復習です。承認とは能動的に、要はこちらからね、相手に対して相手を尊敬したり、愛情、感謝、ねぎらい、いたわり、ね、存在肯定とか、そういったことをどんどん伝えていくことですよね。例えば、ハス、今日朝来てくれて、あ、ハス、ありがとう、会いたかったよっていうのも承認の一つですよね。で、そうやって言うと、ハスが、あ、今日僕ここに来てよかったんだ、今日も頑張るぞってなるかもしれないし、ね、そうやって相手が元気になって勇気づけられるようなあらゆるアプローチ、主に言葉で行いますけど、まあ肩こう叩くとかね、あるいは本当握手一つでも承認になるかもしれませんが、これをやることによって本当に相手が勇気が湧いてきます。本当に相手が一歩踏み出す、そんな行動が生み出されたりするわけなので、ぜひね、日本、承認上手な国にしたいなと僕は思ってるわけなんですけど、ちょっとね、承認に関してはね、これを伝えましょうか。I メッセージ、U メッセージの違いについて。マリンに僕は今からね、ちょっとある言葉を伝えます。受け取ってくれるかどうか。マリンめっちゃ可愛いよな。おー、いいね。受け取ってくれた？あ、よかった、普通に。あ、よかった、よかった。いいですね。他にも伝えて。で、安江さん、お母さんに言ってみましょう。娘、口説いた後、お母さん口説くて、まあまあ、痺れるのかな。安江さん、めっちゃ美人さんですよね。これ、受け取ってくれました。あ、ありがとうございます。よかった、よかった。じゃあ、美咲行きます。美咲、めっちゃ可愛いな、お前。いやー、みたいな。え、どうだった今。受け取ってくれた？受け取りにくい。ああ、いいっすよね。これ大事なんです。承認はですね、言うメッセージ。今僕、3名の女性に言うメッセージ。あなた綺麗だよね、可愛いよね、美人だよね。あなたっていう主語で伝えてます。マリン可愛いよね。安江さん美人よね。美咲めっちゃ可愛いね。そう。で、これ、受け取ってくれる人もいるんだけど、いやいや、私そんな、可愛いとかじゃないんで。って言われると、受け取ってもらえないんですよ。今この安江さん親子は受け取ってくれたんです。もう、ヒロさんそうやって言ってくれてなんとか、嬉しいな、みたいな。けど、美咲は、いや、嬉しくないことはないけど、私別にそんな可愛いとかじゃないし、ってなったのかもしれないですよね。じゃあ美咲にこう伝えてみたいと思います。美咲、俺、めっちゃお前好みなんだけど。俺めっちゃ褒めたいから。けどどう？これね、ちょっと受け取りやすくなるはずなんですよ。自分が自分のことどう思ってようが、へえ、ヒロさん私のこと好みなんだ。これって否定しようがないじゃん。僕のタイプの問題なんで。そうですよね。だから承認、今ねこれ分かりやすくちょっとあの女性に対して伝えましたけども、承認ってね、お前すげえなーとかね、お前天才だなーって悪くないんですけど、いや、別にそんなすごくないっすよ、とか、そんなもうなんかヒロさんほど別にそんな努力してるわけじゃないですし、とか言われちゃうと受け取ってもらえないんですよ、これ。お前めっちゃ頑張ってるやんって、こっち悪、なんか、なんちゅうの、悪気ないどころか、承認を伝えたくて言ってるんだけど、いや、そんなもう全然頑張ってないんですよ、ほんと売り上げも上がってないし、とか言われると、受け取ってもらえない。だから、この、I メッセージで伝えるんです。わざわざ。そうなんです。だからこれからね、ちょっと、日本語ってね、主語を省略するんです、割と。めっちゃ頑張ってるやん。めっちゃ怖えよ、お前。僕イケメンやろ、お前。って、いちいち、俺とかお前とか、私とかあなたとか、あんま言わなかったりするんですよね。だから、主語を入れると、ちょっと違和感が出ることもあるんですけれども、これを意識していただくと、相手に伝わりやすくなります。YouTube ご覧いただきまして、いつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それでは、いってらっしゃい。